はい、こんにちは。皆さん、いつもご視聴いただきありがとうございます。さてさて、前回の動画で、同時コインを買ってですね、利益が乗ってるという状態で、で、大体の利食い時期、あとは、ショートをしますという戦略をお伝えしていて、実際に今日がですね、まあ、その状態というかその日だったので、ちょっと急遽、録画をしています。はい。では、これは同時の、先物なんですけど、のチャートで、4時間足でですね、まあ、今回その上げているのが、イーロン・マスクが、日本時間の5月、もともとね、8日って言われたんですけど、5月8日の、アメリカ時間の夜なんで、日本時間で言うと5月9日の、今、昼13時なんですけど、そこで、まあ、テレビに出演して、まあ、同時コインについて、まあ、話すみたいな内容が発表されて、それがね、この辺ですかね。で、自分はちょっと押したところで買ったと。で、理由を、まあ、おさらいすると、まあ、その、イーロン・マスクって仮想通貨、まあ、ビットコインでね、ビットコインについて言及するだけでビットコインが上がったりするような、すごい、まあ、重要人物なんですよね。で、その人が同時コイン、昔から同時コイン、まあ、面白いみたいなことを言っていて、もともとそのジョークコインだったのが、こう、ね、価格をめちゃくちゃ上げていったという状態でした。で、その後、こう、調整が入って、ここっていうのはすごい、売り時ではあると。まあ、後から見たらね、そう見えるわけなんですけど。で、その後押して、で、戻って、で、ここの、こう、レンジ、岩根を抵抗線、抑えられてってところで、その、今回のその、イーロン・マスクのテレビ出演の件で、上げたという感じで、で、ここを背にして、ロングっていうのは非常にチャート的にやりやすいという状態で、もう、イベントドリブンって言うんですけど、この5月8日に向けて、同時コインが、上がっていくというのは、まあ、かなり確率的には高いと思えるので、まあ、ここを背にしてロングっていうのは非常に有効な戦略と思って、ここで、ロングをしたと。で、利食い目標はその、実際にテレビを出演する日っていうのは、まあ、今日なんですけど、そこを目標にしてて、ガン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 上がってって、で、もう時価総額がリップロにいて、BNB の次なんで第4位ぐらいになったのかな。で、とんでもない高騰を見せたという状態で、一回ですね、この辺でちょっと細かくすると、勝ったのがここですよね。上値抵抗線抑えられて、ここを抜けて、で、ちょっと押したところで買ったと。で、どん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 上がっていって、で、この辺でですね、その現物を売りました。で、この辺でショートを打ったんですよね。なんで、その、テレビ出演の3日ぐらい前という状態かな。で、ショートを打った。イメージで言うと、前回こうバーって上げたところの、まあ、この辺ですよね。で、ショートを打って、で、綺麗にはまれば、そのまま縦値ホールドをして、で、どんどんこう、まあ、もちろんこう行って戻ってこないパターンもあると思うんで、ちょっといい感じで上がりきって、崩れそうな時に打ったんですよね。で、それが、ここ、見づらいな。で、本命は、この辺。一回高値つけて、明らかに押して、下がって戻ったところを売るっていうのが本命なんですね。なので、まあ、今回で言えば、まあ、この辺ってことになるわけなんですけど、まあ、現物で持ってたのは、1時間に戻しました。下でこう買ってて、ドボドボドって上がって、まあ、約倍ぐらいの利益になって、でここで、現物を売って、土天、期限先物をショート。して、ショートして、で、
そうとしたんだけど、結局戻ってきて立てねえで決済した感じですかね。で日にちが経って今日の時点で、まあ、前回とかその3日ぐらい前にですね、リグったぐらいの高値を超えて上がってる状態だけど、上は叩かれているという状態で、で結局今ここでショート入って利益かなり出てるんですけど、 16% ぐらいかな、はい、出てるんですけど、もうちょっと細かく見ると5分で見てみましょうか。この辺でだいぶ重くなって叩かれて、ただそのテレビ出演をする前の段階なんですよね。でもう一上げ来るかなっていう気もしてたんで、まだショートは増えなかったという状態です、この辺はね。で、まあ、理想はね、ここで売れればいいんですけど、それも僕結構動きが速くて、こんな感じで、こんな感じだったんですね。で、もっと再動かしましょう。あんまこういうね、トレード普段しないんですけど、ずっと見てないといけないんで。イベントドリブンっていうのは、もう時間が決まってるんでいいですよね。もう自分は張り付かなくていいトレードっていうのを信条にしているんです。まあそれはいろいろ理由があるんですけど、まあ、自由な時間っていうのを大事にしたいという。はい。まあ、お金よりも大切なものがあると思ってるので、それを、本当にね、サンドの飯よりチャート目が好きみたいな人は張り付いてトレードすればいいと思うんですけど、自由な時間をとか健康を失ってまでね、稼ぐ必要はないと思ってるんで、稼ぎやすい時だけサクッと稼ぐ、あとは自動売買で稼ぐとか、そういうやり方が自分が好きで選んでやっていると。まあ、それで実際に利益も、ね、そこそこ出してますし。で、このイベントドリブンっていうのは、今回はもう、ニュース出た時から、日にちも分かってるし、だいたいこの辺で動くなとか、この辺で買われるとか売られるっていうのが分かるわけなんですよね。なので、その時だけ見てればいいという感じなので、非常に時間効率的にいいという感じで、今日、まあ、売ったポイントっていうのが、ここら辺になるんですけど、なんで売ったかっていうのを解説していくと、はい、もういっぱいいっぱいでだいぶ、重くなっていたという状態。で、テレビ出演中に、天井をつけるという気はしてました。はい。下で買われて、で、材料で尽くして売られて、これ本当によく見るパターンですね。はい。で、実際にテレビ出演の、このちょっと前のが中なのかな、こうガーッと上がっていって、で、ここの足ですね。ここ、ストーンと、こう一瞬で、これ一本足なんですけど、こう、買われていったのが、もうズバンと下がったんですね。このパターンは、本当にね、その後、下落するパターン。これ反転したら上昇のパターンになるんですけど、よくありますので、よくある、まあ、たまにある、結構信頼できるサインなんですよね。この辺で買った人はですね、ここでまあ、踏まれるわけですよね。それで、戻ったら、売りたくなるわけですよ。この辺で買っちゃった人は。で、あとは、ずっと下で持ってて人とかも売り場を探している。で、僕みたいにもうポジションなくなって新規で売り場を探している人も売りたいという状態で、需給的に売りが強いという状態で、このパターンが出たら、で、この辺でこう押されているという状態なので、抑えられている状態なので、この辺で売っていったと。で、一回、ちょっとだけ反発するんですけど、もう反発も弱くっていう感じで、ズボーンとまた下がっていったという状態ですね。で、今は、1時間で見ると、はい。ここの、平行線っていうので、まあ、一瞬ですよ。一瞬つっても、まあ、20分ぐらいかな。まあ、止まって、で、またさらに下げたという状態で、で、ここは、まあ、前回のその高騰時の高値付近という感じなのかな。で、一回止まって、
今ちょっと戻ってるという状態です。はい。でも、ここはですね、一旦高値に、こう、超えてくることはないかなという感じで、まあ、今のポジションで言えば、この上にストップを置くか、まあ、縦値にストップを置くかで、放置という感じで、で、今ちょっと戻っている状態ですけど、まあ、イメージはスーッと行って、で、こう戻られ、こう戻っていくところが、また売られてっていう、こう三尊みたいな形。もちろん戻らない場合もあると思います。まあ、それを言ったらね、こうさらに高、なんか材料がね、出てる高値、ガンガン行くっていう可能性も別になくはないんですけど、売られる可能性の方が特に高いかなと思って、まあ、ここは見たと。はい。で、あとはどこまで引っ張るかっていう、そのテレビの、で話した内容とかも吟味しないといけないんですけど、基本的には、まあ、この辺の、それ内容で上げた、内容が、まあ、本当にしょぼしょぼだったら、それで上げた分が全戻しっていうのが、よくあるというか、期待で上げて、それ期待外れが終わったって場合は、そこまで戻っていくっていうのが、まあ、普通に考えられるシナリオかなと。で、あとは、まあ、仮想通貨全体の市況が今強いんで、ビットコインとかね、まあ、イーサリアムが一番強いんですけど、その辺が強いと、まあ、同時もそれに引っ張られて、落ちづらくなるっていう可能性はあると思いますけど、はい。で、まあまあ、そこそこいいポジションを取ったんで、まあ、そういう場合は、放置してという感じですね。スキャルピングとかをする場合であれば、例えば、今回で言えばこの辺で、ストーン下がって戻ったところを打って、で、ここで決済はまあもちろんいいんですけど、まあもう一段ぐらい下を見るっていうのがいいのかなと。なので、まあ、レバーをね、スキャルでポイントを捉えれば、レバーを高くすることができるんで、まあ、それでも利益になっています。で、僕はずっと見てるの嫌なんで、まあ、いいポジションを狙いすまして時間を絞って取ったら、あとはまあ放置っていうスタイル。で、値幅を取っていくっていうのが、まあ、自分は生活に合ってるっていう、まあ、それぞれがね、おのおの生活に合ってるスタイルを取ればいいと思うんですね。貼り付くのが好きで貼り付ける人は、貼り付いてスキャルとかすればいいと思うんですけど、まあそうじゃなくて仕事をね、しながらみたいな、あんまり時間取れないって人は、今回みたいに、もう時間分かりきったところだけやって、あとは放置とか、そういうので全然いいと思います。で、もちろん自動売買とかね、優秀なものがあれば、自分頑張らなくてもね、24時間、そこがコンピューターが勝手にやって利益を運んでくれるわけなんで。という感じで、今回の同時コインは非常に分かりやすい回と分かりやすいショートだったので、実際にトレードをしてみて、その自分がどういうことを考えて、トレードをすればしているのか。こういうのって本当に経験がもう何度も見てきたんだよね。こういう材料であげて出尽くしてみるとか、タイミングとか、あとはちゃんとパターンとか、本当に11年とかやってると、本当に何十回、何百回と見てきたことなので、本当にやりやすい、わかりやすかったなという感じなんですけど、これ、まあ、トレードを始めたばっかとか、そんな経験ない場合は、わからないですね。で、この辺で買っちゃうわけですよ。はい。上がってるからっていうか。で、それだと絶対、まあ絶対って言っちゃあれですけど、まあ、まず負けます。ノーブになりますね。で、トレードで利益を出せるってことは、誰かが負けてるわけなんですよ。で、じゃあ、今回ショート打ったわけなんですけど、それを買ってくれてる人がいるから、僕は今利益が出てるわけなんですよね。ここで僕が買ってるのをここで売ってくれてる人がいるから、ここで、ここの値幅取って利益になってるって。自分がどういう感じで、自分の反対側にいるって人間がいるんでね、この取引が本当に期待値があるのか、っていうのをよく考えた方がいいと思います。それをね、考えるだけで、だいぶ成績っていうのはあります。あとは資金の流れですね、仮想通貨、特に、
新規で資金が入ってきてるのか、それとも仮想通貨内で循環してるのか、要は例えばビットコインが強いのか、ハルトコインが強いのかという状況っていうのを、まあ、いろんなデータが見えるんでね、それも今後のこのチャンネルで紹介はしたいと思うんですけど、そういうのを考えながら資金の流入、流出、循環、どこにお金が向かっているのか、人間はそのお金が儲かるっていうところにお金を移すっていう特性があるんでね、そういう観点で考えると非常にトレードっていうのはうまくいくようになります。あとはその2人がさっきも言いましたけど、自分がそれを勝つことによって、まあ、どういう人が損してるか、今回の当時で言えばこの辺で買ってる人が損してるわけなんですよね今、うん、それを、考える。ただなんとなくやるだけじゃそれは要因側になります。そういうことを考えてしっかりと分析してやってるのがプロなわけですね。プロトレーダー同士がなわけですね。なのでそっち側に回らないといけないということです、はい、でこのチャンネルでは僕は投資で、トレードで、利益を出して成績を立てている人間、まあ、要はプロなので、そういった思考を、紹介してこのチャンネルを見てくれているファンの皆さんに、いい情報というのを発信これからもしていければと思って頑張っていきたいと思いますので、コメントも、よろしくお願いします。はい、では、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。